なんだこれは、たまげたな。How's the fishing? Just wait, help me bring it in! オラに元気を分けてくれ。うわ、すごいよ。やるな、ブライト。テレガメント本部および CPG の再設定なら、記事必須の分子4ポンプの制御モジュール直結ニューラルリンケージネットワーク最高潮メタ運動プラネータ通信フィードフォワード制御できた。はい、始めていきたいと思います。さて、このね、東京遠征コラボシリーズも後半に差し掛かりましたが、ブライトさんとお会いしたのは確かゲーセンいた時に、どうだったっけかな、レモンカンパチとかいうパシリが、カルサマさん、ブライトさんいるよみたいなこと言ったんで、え、どこにいんのどこにいんのみたいな、で顔わかんないからあの人だよって言われて、あの人ねみたいな感じで、ご挨拶してきました。はい、で初日はちょっとね時間がなかったんで、 1,2 戦しか組めなかったんで動画にすることはできなかったんですけど、もしね2日目来てくれれば絶対組むんでみたいな約束をして、まあ、2日目ね、組んできてこの動画につながっているというわけですね。本当にありがとうございます。トランザム真正面から突入してくるやつが俺のそばに近寄るな。勘弁してくれよ。待って、止まない。まあいいか、こいつは死んでいいやつだから。そんな非道は許されるはずがない。ポンスーパーグレネポン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 ガンダーム行けブライト。ああレスキュー開始ボローニャ。よし、俺がブライトです。何これ、ムーディブルース。どうも皆様こんにちは、アムロです。お前か、アムロ感激。何やってんだ。違う、アムロ僕が勝手に。いやー、やらかしましたね。先にね、あらかじめ撃っといたアムロがまさか覚醒中のねブライトさんを爆撃しようとは思いませんでしたよ。お名番かい。どうしようか。よし、はい。岩石砲が決まったてな感じでね、いつものボタン3つが炸裂して、自衛とともにダブローの耐久を多く減らすことができましたと。まあ、キュリオスでもダブローでもどっちでもいい状況なんですが、とりあえずね、いいタイミングでブライトさんが落ちてもらって、さあここから覚醒が絡まないうちにどんどん押していきたい。ミカ、はい、先ほどはねブライトさんがかっこいいコンボで締めてくれて無事勝てましたと。でこの固定やったんですけど、正直言ってね相当辛かったですね。まあ理由としてはバルバトスが、前に出て戦えるかと言われたら相当厳しいので、はい、自分は後ろにねいてサブとかメインとか垂れ流してればある程度働けるんですけど、バルバトスで3000人以後のダブルをさばきつつダメージを取るっていうのが相当難しいと思うんですよ。まあ、だからといってガンキャノンがねガンガン前出ていったらそれはそれで簡単にやられてしまうので、まあ、ましてや私の実力もありますしっ
ていう意味でこのペアはね相当辛かったです。はい、本当にブライトさん、当初はね申し訳ございませんでした。アモロまずいな。逃げる。よし、僕だってかっこいいところ見せてやるぞ。何やってんだ。違う、アモロが勝手に。いいか、行くぞ。このままじゃ、こんなところじゃ終われねえ。まあ2人でね覚醒落ちかましましたが、まあそれなりにねお互いにダメージ取れているので、この相手の3000人5ペアほらこういう感じで、ね、ちょっとずつじわじわ追い込んでますよ。これいけますで、ここでダウン取られてしまうんですが、覚醒から様がハイニューガンダム落として、あとスターウィニングですね。しかしね、いい覚醒がウィニングには残っているので、これを笑ってせてナーカスコストバを落とさないといけないのが非常に辛い。こっちを狙ってるぜ。おい、てめえふざけんなよ。もうね、ハイニューガンダムの横毒の調整考えたやつにね、ほんとドアンパンチしたいですね。ブライトですやりますね。さすがだ。ならば はい、どうもクソ投稿者です。今回この挨拶初めてですね。ですね、動画の視聴ありがとうございます。で、こっから先はちょっと後語り的なコーナーになるんですが、最後のね、とどめのシーンの解説だけ最初にしておきます。バルバトスのピョンって、上がってメイスをぶっ刺す格闘が前格闘で、威力が128で、まあ、多段ヒットするらしいんですけど、対戦終わった後、あれ覚醒ありましたよねみたいな感じでブライトさんに聞いたら、あの前格闘はものすごいダメージ確定が早すぎて、相手が覚醒抜けする暇がなかったんじゃないかっていう、感じらしいです。はい、恐るべきバルバトスの前格闘で、まあこんな感じで最後のシーンの解説終わるんですが、まあ、ここから先はね、今回組んでくださったブライトさんのお話をするんですが、まあ、私同様ね、編集をものすごい頑張っている投稿者でありまして、まあ、特にエクバ2からすごい凝ってる編集を取り入れるようになりました。で、本当にね面白い動画が多いので、まあ、自分の動画なんかよりも今回ブライトさんの動画を見ていただきたいんですがね、ブライト信者を増やしていきたいんですが、一つだけね、まあ、編集系の投稿者の、まあ、一応先輩としてね、はい、言わせていただきたいんですけど、編集するとねやっぱどんどん凝っていくんですよ。面白くしようって。ただあんまり編集が凝りすぎると編集にね投稿者がね負けちゃうんですよ。で、この現象をね私は編集に飲まれるって呼んでるんですけど、この飲まれちゃうとどうなるのかっていうと、本来自分の動画をねたくさんの人に見ていただきたくて、まあ凝った編集とかを始めるんですけど、それがどんどんねエスカレートしていくと本来の目的を忘れて、もう編集することが全てだみたいになって、自分というコンテンツが前に出なくなっちゃうんですよ、動画の中で。で、 YouTube ってね面白いもんでね、ニコニコ動画だったらとりあえずもう編集ぶち込みまくって、もう面白い要素ぶち込みまくって、もうごちゃごちゃの、もうはちゃめちゃのわちゃわちゃにすれば伸びるんですよ。正直伸びるんですけど、YouTube ってこれが俺の動画だみたいな感じを出していかないと、編集とかその時期的な問題が重なって動画が一瞬ふんっと伸びるんですけど、他の動画がねなかなか認知してもらえなくて伸び悩むっていう感じに陥りやすいんですよね。だからやっぱりその更新頻度も大事だし、
自分っていう色をいかに出していくかっていうのも最重要課題かなと、まあ、投稿始めて2年間経ったんですけどね、 YouTube で最近そう思ってます。だからね、少しトゲのある言い方するんですけど、なんか視聴者が、まあ、いろんな人の動画見てて、なんでこの人の動画伸びるんだろうみたいな、あの人の方がって思う時結構あると思うんですよ。でなんでねそう思う時があるのかっていうと、まあ、それはね認知されやすさの違いだと思ってるんですよね。まあ、例えば田舎の全然人が使わないような過疎過疎の駅で世界レベルのね歌声を披露しても、そんなにこいつすごい歌手だなって思われることはないと思うんですけど、逆に例えば東京のすごい人が利用する駅の前で、まあ、別に世界レベルの歌声じゃなくてもいいんですけど、それなりの歌声を披露したら、多分こちらの方は人は増えるしファンも増えてきますよね。つまりね、ジャンルは違えど、なんだろう、動画サイト上でこういうことが起こってる場合が多々あると思うんです。田舎で歌うか東京の駅前で歌うかっていうね、こんな感じの差がね出てると思うんですよね、少なからず。でまあ、じゃあその東京の駅前で歌うような動画ってどういう動画なんだって言われたら、それは投稿者自身が考えないといけないっていうのが非常に難しいところで、はい、まあ、それがうまくやってる人はもうものすごい勢いでチャンネルが伸びてんだろうなーって思いつつ、どういう動画上げればいいんだろうなーみたいな感じで、まあ日々考えてるんですけどね。まあ考えてるだけで投稿しないのはダメですよ本当に。まあ実践してみないとって感じですね。だからね、難しいんですよね。はい、まあだいたい喋りたいことはね喋ったんで、もう少しで、対戦が終わるんでね、それに合わせてね、改めてねブライトさん、今回ね動画もコラボして、固定も組んでくださって本当にありがとうございますと。でお互いちょっと編集にね、時間がかかってね、夜しか眠れない日々が、続くかもしれないんですがね、お互いに頑張っていきましょう。本当に今回はありがとうございました。以上で動画を終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。